西口救命駅は千葉県東金市救命にある東日本旅客鉄道東金線の駅である南独駅の一つである島式ホーム一面二線を持つ地上駅ホーム上に窓口があり駅員が配置されている五線橋とホームの間に簡易水化改札機が改札内の小屋に自動券売機が設置されており改札口を通ってから 乗車券を購入することとなる。東口とホーム上に待合室がある。トイレは東口、西口双方の改札外に設置されており、いずれも男女別の推薦式で、西口のトイレには多機能トイレも設置されている。かつては東口駅前広場に男女共用で組取式の仮設トイレが設置されていたが、東口待合室横に推薦式トイレが整備された。 ことで撤去された。もともと有人駅であったが、一度は無人駅化された。しかし、情勢国際大学が開学したことをきっかけに、大網駅管理の JR 千葉鉄道サービスによる業務委託駅となった。なお、早朝、夜間は無人となる。かつての貨物列車の発着場所は、現在駐車場として使われている。 2020年度の1日平均乗車人員は903人である。1992年に周辺に、女西国際大学が金キャンパスが開校し、登校に通う学生の利用が多い。JR 東日本及び千葉県統計年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。女西国際大学堂の駅実りの号。 東金駅出入口前には駐車場が整備されており、出入り口と反対側は大きな駅前広場となっている。周辺は住宅地のほか田園地帯が広がり、国道126号沿いには商業施設が林立する。小港鉄道の大網駅救命駅間の深夜バスも救命駅バス停で校車扱いを行う。出店広報資料、プレスリリースなど一時資料。 ありがとうございます。